デビット・ボボラは、オレゴン州友人出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションはラインバッカー。地元のチャーチル高校に進学した。彼は2年の時からキャプテンとなり、LB、QB、RB としてプレーした。3年の時には、QB として、ミッドウェスタンリーグのオールチームに選出されるとともに、1、2年時には、ラインバッカーとして、 カンファレンスのファーストチームに選ばれたこともある。3年の時にはバスケットボールでも活躍した。アイダホ大学に進学した、彼は45試合に出場し、大学史上6位となる341タックルを上げたがこのうち28回はロスタックルであり、さらに3サックを上げた。またファンフルフォース6回、ファンブルリカバー3回、インターセプト2回、パスブロック5回を数えた。 1>, 1年時の2004年から全12試合に出場し17タックルを挙げた。2年時の2005年には、全11試合に出場し、43タックル、そのうち6ロスタックル、3ファンブルフォース、2ファンブルリカバーの成績を残した。3年時の2006年には、チームトップの134タックル、そのうち15.5ロスタックル、2サック、2ファンブルフォース、 1>, 1インターセプトなどの成績を残し、ウェスタンアスレティックカンファレンスのファーストチームに選出された。4年時の2007年にも148タックル、1サック、1インターセプト、1ファンブルリカバーで2年連続でカンファレンスのファーストチームに選ばれた。2008年の NFL ドラフトで7巡目全体252番目でセントルイスラムズに指名されて、 同年7月22日に3年間124万ドルの契約を結び入団した。8月30日に53人のロースターに選手を絞り込むための最後の選手カットが行われたが彼は2000年代に入ってからその年のドラフトで最後に指名された選手としては初めて開幕ロースターに残った。しかし彼がロースターに残れたのは開幕週だけとなった。 開幕戦から2日後、ウェーバー工事されることとなり、エディケ・ニソンにロッカールームを譲ることとなったが、練習生としてチームに残留することができた。11月4日にドリュー・ベネット、ダンテ・ホールが故障者リスト入りすると彼は再びロースターに会議咲いた。11月30日のマイア・ミドルフィンズ戦で彼は、その年のドラフト最後に指名された選手としては1994年に、 ドラフト入りしたマーティムーは以来となる先発出場を果たした。この試合で彼はチーム2位の5タックルを挙げたが、試合は12から16で敗れた。2009年、開幕戦直前、ベテラン lb ルビのクリスドラフトが契約の見直しを拒んだため、チームはドラフトを戦力外にし、彼に先発の座が回った。2009年9月30日、 NFL の行動規範違反により4試合の出場停止となった。これは彼が摂取していたサプリメントの中にラベルには書かれていない物質が含まれていたためである。彼は製造会社を訴え、2011年6月、彼の弁護士は裁判所により540万ドルの損害賠償の受け取りが認められたと語った。同年8月12日、ラムズから解雇された。 8月22日、シアトルシーホークスと契約を結んだが2週間後の9月4日、解雇され、10月4日にシーホークスと再契約を結び6試合に出場したが、11月下旬のワシントンレッドスキンズ戦で左肩を負傷、故障者リスト入りし、シーズンを終えた。シーズンオフには契約延長のオファーはなく、フリーエージェントとなった。ありがとうございます。